ルーちゃんこうやってギューギューしてギューって。いくよ。ルーちゃん。ルーちゃん、はい。はい。どうもこんにちは。アニマルトレーナーの黒田と、世界一可愛い日本猿のルータくんでーす。ほいほい頑張っていきましょうねみたいな。はい。まあ、頑張ると言ってもですよ。ね。ルーちゃん。まあ、ね、新メンバーとして、このプーギーズのね、動画に加入したのが、まあ、何月だあれ ?5 月か。5月に、入りましたよっていう、加入しますよっていう動画を出して、で、まあ、その前からね、出会ってるんで、4月30日か。4月30日に、僕、ルーちゃんと初めて、ニスケさんっていう僕のね、師匠、日本猿のトレーニングの師匠のところに行って、ルート君と対面したわけですけれども、もう1年経つわけですよ。ね。早えなって。だ1年記念で、ちょっとルーちゃんと今までをこう振り返ってみようと。そういうコーナーでございまして、ルーちゃん。ルーちゃん、かわいい。何キューっていう、キューっていうのは甘えた声でございます。キューキューね。いやー、でも1年前と比べたらですよ。もういろいろできるようになりまして。当たり前ですけど。ね。やったー。そう。一番最近覚えたのは何かな？一番最近覚えたのは、あれだ。手だけでこうやって滑って歩くやつで、カイ君もたまにやるけど、あれ教えました。もう発表しようぞ。いいよ、気をつけ。ルーちゃん行くよ。ルーちゃん行くよ。スースー、そうほらスースース、ちょっと見えない。ルーちゃんスースー、そうこれを覚えました。いいよ、当たって。何を教えてるんだろうか、俺は。あとはだからね、セクシーポーズとかも覚えてやんけ。ちょっとやってごらん。いきますよ。ザザーン。ウィセクチー。セクチー。あいやー、セクチー。セクチー。何を教えてるんだ、俺は。さっきから。兄貴のセクチーを、ね、受け継いでるわけですよ。セクチーザルへの道をね、突き進んでる。何言ってんの。でそんなね、いろいろできるようになったんですよ、1年で。でね、いろいろ成長したルーちゃんなんですけど、一番最初はどうだったかっつったらさ、こんなこと言うのもあれですけど、ちっちゃいお猿さんでの中では相当お利口だと思います。天才、ほんと天才だと思う。だって来てもう1週間後ぐらいにはもうおむつつけてたもんね。うん、でびっくりされたもん。え、おむつつけてるんですか、もうみたいな。だって平気だったんだもん。つけてみたら何の抵抗もなく、ワンオンみたいな感じだったから。でもそれがだから、にすけさんのところのスタッフさんにすごいなんか感心されて、うん、どんなトレーニングしてるんですかとか思って、いや別にそんな僕の技術じゃないですみたいな、この子のポテンシャルですみたいな、そんな話をした記憶がありますね。であとはなんといってもさ、カイ君との初対面ですよ。もう忘れもしない、本当忘れもしない。カイ君がさ、何あいつこう、ちょうどこういう状況でさ、ギューってすんの。もうだから、ありえんよ、本当に。あの動画はマジで奇跡の動画なので、あんなことなると思ってなかったからさ。いやー、だから、なんかこう、来るべくしてきたなっていう感じがしますね。カイ君にも、すんなり受け入れられたし、それだけね、おとなしくていい子だったっていうのもありますし、うん、なんか、運命的なものを感じざるを得ないという感じですね。で、まあ、みーちゃんともやちゃんはさ、最初怖かったの。うん。で、まあ、慣れてきたんだけど、ちょっと連れてこようか、じゃあ。よっ、よいしょ。あら、みーちゃん。みーちゃんが来ちゃうの。みーちゃんが膝乗っちゃうの。ほら、みーちゃんも来ましたよ、ちょっと。おいで。みーちゃん。みーちゃんもいで。もう全然さ、まあ、ちょっと気にはするけど、やーみたいな。最初なんかもう近づいただけで、フィャーみたいだったもんね。うん。だいぶ慣れたもん。めっちゃ触ってごらん。はい。そう。全然触れるので、普通にね。でもね、やっぱこう、顔と顔がね、面と向かうのはやっぱりダメなんですよ。うん。まあ、それはね、日本猿だからっていうことなんだけど、それは。慣れないとかじゃなくてね。なんだろう、これ乗れたりとかすんのかな。まあ、なんか前一回乗したことある気がするわ、でも。おんぶとかできんの。おう。全然平気じゃん。顔が近いと怖いけどね。全然前はさ、もうちょっと触るだけでもさ、ビクビクってしてたしさ、それに比べたら全然よ。ほら、こんな慣れてからに。かわいい。やっぱ一緒にいる時間が長いっていうのは大事なことなんですよ。怖くねえよって言って。ルイちゃんも触れんね。ほら、ルイちゃん。
ほら、そう平気やね。すげえモコモコした気持ちめっちゃ見てる。まあ、ちゅうわけでね、1年の成長が見れたところで、じゃあさ、ちょっとさ、ゼリー行こうぜ。ゼリー、カイ君のお下がりゼリーがあるんですよ。お下がりっていうか誕生日プレゼントにもらったやつをちょっとお裾分けしてもらいましょう。千匹やもうたさ、あのさ、だからちょっといい目なさ、あのおやつをさ、すごい誕生日プレゼントでいただいたので、最近のカイ君のさ、おやつのゴージャスなことよおやつタイムのゴージャスなことよ。美味しいよ、絶対美味しいよ。よゼリーレセドゥちゃんもう手が出てる欲しいよっつって。これね、あんまベッて触ってほしくないのよ。口で言ってほしいんだ。絶対手がびちゃびちゃになるから。はい、ドゥちゃん食べていいよ。おいちやろ、おいちやろ、おーやん。うまあ、な、下手くそ。ぎゅう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 言うね。ゼリー食って言う音じゃない気がするんだけど。ほっぺたが鳴ってんのか。あ、うん、オッケーオッケー、よしよし。あ、触ったな触ったな。ここ丸ごといっちゃいな。はい、丸ごといける。お、入ったね落ちの入ったね。こういうまったりトークの中でさ、カイ君はさ、自然とハグしてくれるわけ。うん、でもハグまだ教えてないからさ、ハグを教えたいんだからね、うん、ハグしたい、ドゥちゃんとハグしたい、うん、それはすごく感じますね。高いところ、ドゥちゃんハグっちゅんで、ハグ、なんちゅうの、どうやって教えればいいんだろうドゥちゃんハグっちゅんでそうじゃないよそうじゃないドゥちゃんこうやってギューギューしてギューっていくよ。ドゥちゃんはい、あらーちょっと待って、何それあんたトトロに飛びつくみたいだって今ドゥちゃん、かわいいドゥちゃん、何それ、え天才じゃない。ちょっと待って、もう一回やってドゥちゃん、はい、あ、ドゥちゃん、ドゥコちゃん、なに、偉いね、あんたは偉いね、あんたはドゥコちゃん、ドゥコちゃん、あ、ちょっと待って、このまた俺が定期的に見返す動画が増えてしまったドゥコちゃん、えらいとにゃんとは、あ、もういいわ、うん、今日もうこう終わろうもう動画なんてどうでもいいドゥちゃんでちるとにゃんとは、ハグが、まあでもこう1年あっちゅう間だったんで、またね、僕たちの成長をですね、皆さんにも、たくさんお届けできたらいいなと思っております。うん、じゃあ最後しっかりと、うん、このまま挨拶して終わりたいけど、ちゃんと挨拶しましょう。よっ、はい、気をつけ、これからも2人をよろしくねっていうふうに挨拶して終わりましょう。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。